フレスポミノブは山梨県南駒郡ミノブ町を部にあるショッピングセンター。ダイワリースが開発、管理、運営を行っているフレスポの一拠点として国道52号沿いに2005年8月29日にオープンした。ミノブ町内にはミノブ駅から北へ徒歩10分のところにミノブショッピングセンターコが存在したが経営難で規模が縮小しており、 また2004年に、旧美野部長、中富町、西八代文化部長が合併し、現美野部長が誕生した際旧中富町及び旧下部町からは距離があるという難点があった。フレスポ美野部がある小部地区は、国道52号が通るだけでなく原神延町のちょうど中央部分にあり、旧中富町及び旧下部町からも買い物がしやすいよう配慮されている。なお、 ミノブショッピングセンターコーマは2008年7月に閉鎖され現存しない。店舗ごとに建物が独立するオープンモール形式のネイバーフット型ショッピングセンターとなっており、スーパーや薬店、携帯販売店など証券での日用品を扱う店舗が揃っている。フレスポミノブ周辺には病院、コメリ、ローソンがある。コメリはフレスポミノブに隣接しているが、 フレスポミノブの看板には記されていないため含まれない。交通アクセスについて、国道52号沿いであることから、オブ地区以外からの場合自動車、または自転車での来訪を目的に設置されているが、ミノブ線の各駅から、ミノブ町 A バスが出ており、フレスポミノブの最寄りである、オブフレアイセンターバス停を通過する。また、早川町乗り合いバスのオブフレアイセンターバス停や、 中央高速バス見延線のオブバス停も近くにあり、前車は西山温泉や南アルプス登山の拠点である、奈良田温泉、校舎はバスタ新宿まで直接向かうことも可能である。ただし、見延町 A バスは非休日と年末年始は運休となる、最寄り駅は箱島駅であるが、見延町 A バスを使用せず徒歩で向かう場合藤川、及び早川を渡り40分程度を要する。 エフロによる漫画、ゆるキャン、および、それを原作とした、テレビアニメテレビドラマに、フレスポミノブをモチーフとした、商業施設が登場しており、主要登場人物が買い物をしたり、アルバイトしたりする場面が幾度か描かれている。酒屋は、テレビアニメ開始時点で閉店となっているが、建物は残っており、2020年4月に、ミノブ町と大ワリースによって、 テレビアニメの酒屋の外観が再現されている。ありがとうございます。